この項目では、オーストラリアの首都、キャンベラに存在する路面電車について解説する。キャンベラに路面電車網を建設するプロジェクト、キャピタルメトロに基づき、最初の路線は2019年4月10日から営業運転を開始した。2020年現在は、民間企業のコンソーシアムである、キャンベラメトロによって運営されており、日本の三菱商事も参加している。 オーストラリアのキャンベラは大都市であるシドニーとメルボルンの中間に位置する。1908年に首都となることが決定し、1927年に連邦議会がメルボルンから移転して以降、オーストラリアの政治の中枢として機能する都市である。このキャンベラ市内に存在する公共交通機関は、首都として創設以降2010年代までバスをはじめとした、 自動車のみであり、第二次世界大戦以降は、モータリーゼーションによって郊外へのスプロール化が進展した結果、2018年時点での人口密度は1平方キロメートルあたり450人未満と、他国の首都と比べ低い水準に止まっている。この状況を受け、キャンベラでは2030年代を目標に、中心市街地の活性化を目的とした、コンパクトシティ計画が進んでおり、 その一環として自動車への依存を減らす目的も含めて導入されたのがライトレールである。キャンベラのライトレールキャピタルメトロの建設計画は2012年に実施された選挙の中で労働党が掲げた公約の一つであり、2014年には議会で予算案が可決された。続いて口述する官民パートナーシップ事業を進める。 民間企業によるコンソーシアムの入札が行われ、2016年2月にキャンベラメトロが事業権を落札した。そして、キャンベラが属するオーストラリア首都特別地域政府との契約を経て、同年7月から第一段階となる、中心部キャンベラセントラル地区と郊外のガンガーリン地区を結ぶ、全長1 2トルの区間の工事が開始された。2017年10月までに、 路バンの工事が完了し、同月以降は線路の付設が始まった一方、12月には、キャンベラメトロの参加企業の一つであるカフセの電車の納入も開始された。翌2018年からは、河川の付設が実施されるのと同時に、電化が完成した区間では、電車の試運転が開始された。そして同年までに、線路の建設、翌2019年4月までに、 河川の設置が完了し、2019年4月20日から営業運転が始まった。キャピタルメトロ計画の参加組織、企業の関係図キャンベラのライトレール網の整備計画、キャピタルメトロの振興に際しては、官民パートナーシップが用いられている。これは、公共事業に対して民間の資本やノウハウを活用し、サービスの提供も民間主体で実施することで、 公共サービスの効率化や利益の拡大を図る方法で、そのうち第1段階にあたる路線は前日の通り複数の企業が参加したコンソーシアム、キャンベラメトロが契約を結んでいる。同事業者は第1段階の建設や車両の導入に加え、2039年まで20年間の運営や保守の権利も獲得している。キャンベラメトロの参加企業は以下の通り、 そのうち太字で書かれた企業は2019年以降ライトレールの運営、保守を実施するキャンベラメトロオペレーションに携わる企業である。2020年時点で開通済みの第一段階は全長 12km、全線複線の路線で奇襲点を含め13カ所に電停を有する。電停は線路の間に設置された島式ホームと線路の外側に プラットフォームが存在する、相対式ホームが存在するが、双方とも屋根や監視カメラ、視覚聴覚障害者向け設備など統一された仕様となっている。車両基地はミッチェルに位置し、列車制御所が併設されている。運賃は支払い方法によって異なり、現金で乗車券を購入する場合は5ドルとなる。一方で、キャンベラの公共交通で、 使用可能な非接触式、IC カードのマイウェイの使用も可能で、その場合大人は、ラッシュ時は3.22ドル、それ以外の時間帯は2.55ドルと値下げされる。双方とも支払い後は90分以内なら、バスを含めた公共交通機関にも自由に乗車することが可能である。ただし2020年現在、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い運賃の支払いは、 マイウェイでのみ対応している。ウルボスさんキャンベラのライトレールで使用されている車両は、コンソーシアム、キャンベラメトロの参加企業の一つであるスペインのカフが展開する超低床電車のウルボスさんである。全長32.9メートル、全幅2.65メートルの5車体連接車で、低床構造の車内には2台分の車椅子スペースや4台分の自転車用ラックが設置されている。 2020年現在は、河川終電にのみ対応しているが、将来の路線延伸時に、河川レス区間が建設された場合に備えて、オンボード充電システムを搭載可能な構造となっている。2017年12月13日に、最初の車両が、車両基地に到着し、以降2019年の開通までに発注分の14両が導入された。通常は11両が運用につき、 三両は、車両基地に待機、もしくは修繕が行われる。主要所言は、以下の通り。キャンベラのライトレールはすでに開通した第一段階を、含め、キャンベラセントラルと郊外を結ぶ七段階の延伸計画を有している。そのうち、第二段階として、既存の路線を、ウォーデンバレーまで延伸する計画が進められている。これは、 さらに二つの段階に分けて建設されることになっており、2019年にキャンベラセントラル内に三つの電停を含む全長 1.7km の路線を伸ばす最初の段階の計画が承認された。2020年現在は、伏線の線路や電停などの建設が進められている、ほか、延伸に備えて4両の車両増備も予定されている。ありがとうございます。